はい、どうも加藤です。今回は iPhone で動画撮影するときのマイクの設定について解説をしていきます。今これ三脚なんですけど、これ普段ウェブカメラをつけてる三脚なんですよね。でこれAmazon で1400円、1500円ぐらいの三脚で、やっぱりこうやぐい作りが弱いですよね。いいものはやっぱりいいと思うんで、まあ、普段動かすものであれば三脚であってもしっかりといいものを買った方がいいんじゃないかなと思います。これはちょっと弱いな。まず結論から言いますね。自撮りで iPhone でこのような撮影をするときは、ね、モノラル撮影の方がおすすめです。これは iPhone X 以降だとステレオ撮影とモノラル撮影という選択肢が出てきます。でその設定の画面をまずは出しますね。はい、まずは設定から入っていきます。設定タップして、で、下の方のカメラですね、カメラのところここをタップします。そうするとステレオ音声の録音というのがスイッチが入ってますよね。これで今ステレオ音声、ステレオで録音する機能がついているということになります。で、これを切ることでモノラルにすることができます。これステレオにするとどういうことが起こるのかというと、インカメ、こっちのカメラで普段は、自撮りの動画を撮ると思います。そしたらここにここにマイクが1個ついてます。で前面カメラここで、あと背面のカメラがここについてます。なのでステレオの場合は自撮りでこっちの画面で自撮りで撮影をするときは、こっちがこっちのマイクとこっちのマイク両方とも動いてしまうんですよね。でモノラルの場合はこっちのマイクだけになります。なのでこっちのマイクだけで集中して集音できるようになるので、モノラル撮影の方がおすすめです。これは自撮りで自分が喋る場合ですね。で例えば音楽とか歌とかそういう関係の方はステレオの方がいいと思うので、そういうのは業種によって使い分ければいいんじゃないかなと思います。はい、では実際にじゃあどういう風に聞こえるのかというのをちょっと今からテストをしてみますね。そのためにこの三脚を用意しました。で、これでよいしょ。まずはステレオで録画した時にどういう風に聞こえるのかというところをちょっと注目しておいてください。はい、これが今ステレオで撮影しているインカメの状態ですね。ステレオでインカメなので、両方から、背面と前面の両方から音を集音していることになります。これが私が例えば後ろ側に行きますね。今から後ろ側によいしょ行って、ここから喋ると多分声の聞こえ方が変わってくるはずです。どうでしょうか。では続いて背面でも試してみますね。はい、これが今背面カメラで録画している状態ですね。どうでしょうか聞こえ方で、こっちに回るとまた聞こえ方が変わるんじゃないかなと思います。はい、これが、ステレオで撮影している場合ですね。はい、これが今モノラルで、インカメで撮影している時の音声の聞こえ方です。どうでしょうか。ある程度結構クリアに聞こえると思います。まあ、普段はモノラル録音にしておいてこういう自撮りの動画を撮った方が、まあ、クリアに聞こえるんじゃないかなと思います。はい、いかがだったでしょうか。まとめるとこのような撮影、自撮りで撮影するときはモノラル録音にして撮影するといいですよというお話ですね。このチャンネルでは動画をこれから作っていきたい、今作っているけどどういう風にしたら良くなるのかわからないという方のための動画を作るためのチャンネルになります。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、それではこの動画はこれで以上になります。この動画が役に立ったと思った方はぜひ高評価をお願いします。またご意見ご質問がある方はぜひコメント欄からコメントをよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。